チャオ、あっちゃんです。今日10月17日あっちゃんちの晩御飯は、近鉄の北海道物産展で買ってきた、トカチ豚丼食べましょう。はい、さあトカチ豚丼いただきます。割り箸持てんけどね、さっきこれちょっと使ってもったいないからこの普通の箸で使います。置いときましょう。豚さんがいっぱい乗ってんの、トカチ、トカチの豚丼。ではいただきます。あ、豚分厚っ。うん、おいしい。うん、おいしいね。生姜とコーンが入ってんの、箸休めに、箸休めにね、昨日のサラダ、シーチキンと大根のサラダ。ちょっと、結構みんなね、いつもお出かけお買い物とかしたと服着替えへんのって言う人なんだけど、みんなお買い物とか言って服着替えんの？だって別にお買い物やからってそんな一丁だけでいかへんから。うん、着替えへんのよ。着替えた方がいいのかな、教えてください、コメントで。何でも教えてって言う、だって女の子初心者やもん。まだ女の子5歳やからね。カミングアウトしてまだ5年目か4年目か、こんなもんやから分からへんねん。いつやったかな、忘れた。もし5年なんだと思うけど、あっちゃんはね、過去の出来事なんてあっちゃんの人生の中の通過点の一つであってね、いつなんとかってあんま覚えてないねん。こんなこだわらへんの、囲んでくるの。おいしいわ。まあ、ちょっとね、夜な夜な、夜な夜なエールがね、飲みっぷりとか言って、あー苦い苦い苦い言われんだけど、飲みプリって、飲めへん人の飲み方ちゃうとかって言ってくれる人なんだけど、じゃ飲めへんだけど、ビールってチビチビ飲んだら苦いだけで拷問みたいやんか。だったら一気にゴゴゴって飲んだ方がええから飲んで、ビールは喉越しって言うから喉越し飲むようにしてんねん。まあさらっと食べたけど、酢だっこめっちゃ美味しい。やばいやばい言うても醤油と酢入れただけけど。酒飲みさんじゃないかさ、ビール飲みながらお酒を、ビール飲みながらお酒飲めへん、お酒飲みながらご飯食べられる人やねん。普通ビール飲む人ってご飯食べへんって言うやんか。あっちゃんご飯のあてに、ちゃう、ご飯をあてにお酒飲む人やから。だから結構酒飲みさんからはありえへんとか言われるんだけど、いいやんね。紅生姜をたっぷりつけて、豚さんは、豚丼おいしい。豚丼ってもっとタレがいっぱいあるのかも。だから結構タレ焼きしてそんなにタレかかってないねんね。この前さ、マツコのやつで北海道フェアのやつやっとって、
肉やわ、あんなんしたらいっぱい欲しくなる。今日もお財布と相談したからよう買わんだ。ほんまね、買いたかったのがいっぱいあんねん。ね、たらこも欲しかったけど、たらこ 100g 変なんぼとか言ってな、 100g だけくださいって恥ずかしい言われへん。下手したら1本 100g 超えてるかも分からへんよ。んな恥ずかしい言われへんさ。あっちゃん結構恥ずかしがりやねん。だから言われへんし、ザンギも欲しかったんやけど、ザンギ 100g 400円か500円ぐらい、100g ちょうだいとか言わ、300とか500とか言わなかんやんか。500って考えたら2000円、唐揚げに2000円、ええー、って思ってよかわんな。うん、貧乏や、つらいわ。うん、豚丼さん美味しいね。苦い、うー苦い。ユナイナエールはね結構苦い。前の水曜日の猫の方がまだ大丈夫かも。全部入れてしまおう。もう酔ってるかも。もうねなんかふわーってなってきた。ほんまビール弱いね、あっちゃん。うん、まあ喋りまくってるっていうのも回る原因なんかもわからんけどね。紅生姜をのせて、うん、下はね、コーンがダメやん。コーン嫌いね。食べてコーン残したって。で、最近ちょっとね、食欲落ちてるらしいねんけど、うん、ちょっと足らんっていうか、あっちゃんの半分ぐらいあげようかな思ってんねん。紅生姜食べたの？置いといたろ。もうちょっと置いたか。あんまり食べさせたらね、こういうとか。ちょっと最近ね、食欲、落とした。食欲減ってるみたいねんけど。でも、やっぱりちょっと足らんだみたいで、これはね、そうですか、うん、もういいって言ったけど、まあ下にあげる。下に3枚ぐらいやったらいいやろ。ひかーひかー食べて。つながらへんの？なんでやろ。なんか最近おかしいな Wi-Fi。 本体買い替えなの？ルーター買い替えなのかもかな。おいしい。コーンだけ一生懸命食べるわ。あ、コーンサラダに入れたら食べる。スダコのキュウリとタコ食べ。ネットつながらへん、スマホ。なんかおかしいな。いや、つながってるよ。俺の方はつながらへん。ほんま、なんでやろな。もう一回設定変えたろか。なんだよな、ポケット Wi-Fi もさっき繋がらへんとったんや。さっきこの前ポケット Wi-Fi 切ったかな。それより切ったかなあかんね。あとノーパソナ、うん、繋がってないけど繋がってる状態ね。何それ、ノーパソナあかんの。ネットのところな、あのリロードした時みたいな感じにな、ルーってなってんねんけどな、うん、あれ、ネット繋がってんの。
何やろな、不思議な現象がよう起こんな。オフ、ポケットワイファーはオフ。あーちょっとねふわふわしてきた、うん、ビールはすぐ酔っちゃうわ。弱いのよまっちゃん、ビールはね。ワインとかやったら、ワインとかウイスキーとかそんなならへんねんけどね、まあ、ウイスキーもちょっとふわふわするでするけど、記憶飛ばすとこまでは行ったことないんだけど、ビールはねすぐふわふわってなってね、か気持ちよくなるね。ある意味ビールの飲めへんけど、苦いから嫌やけど、ビール飲んだら安く酔えるかもわからんね。やばい、引っかかるかも。今日さライブの島村の音楽引っかかってさ、2曲うん、ちょっとやばいね。なんかいろいろとね、いろいろと引っかかんねん、もう意味わからへんわ。よいしょ、店内撮りはね怖い、うん、まあ、音声だけやからね、音声はまあ OK やってんけど、動画はダメですって言われたから、うん、だからまあ音声だけでライブ配信したけども、音声が逆に怖いよね。と映り込む人はこっちは気ぃつけられるけど、音楽は気ぃつけられへんからさ、うん、まだやな、編集してね、うん、オンラインに編集中やねんけどね。そう、こんな感じでよいしょ、コメントを更新しとこう、うんうん、あれ生姜食べへんな。下がね食べて、生姜食べるもと置いといたら、もうサラダ入れよう。何でもサラダに入れて一緒に食べてしまう女です。はい。女を強調するなって。誰がなんて言う、だっちゃんは女なんだ。はい。もう酔ってるやろって。いつも酔ってんね、あっちゃんは。お酒飲んでへんときも酔っとるみたいなこと言ってふわふわ言ってわけわからんこと言うのがあっちゃんね。ビロ出してしもった。一生懸命ね、ビロ出さようにかもしれないんで。うん。あっちゃん、よくベロ出すって言うから、頑張って直してんねんけど、ドキドキの前ね、自分だからやっぱり考えたらね、食べるときパクってたき汁とかこぼれたから、ベロから行くんやと思うね。うん。またあっちゃん寄ってるって言って、こんな動画面白いって言われんねやろな。悲しい。可愛い女の子やん。一言余計やって、うん、誰も言わへんか、あっちゃんが言わなあかんねん。うーん、まあいいわ。もうね、まあ、あっちゃんとかキュウリもみって言うんだけど、なんでか知らんけど、キュウリとタコの酢の物をキュウリもみって呼ぶね、うちは。キュウリだけの酢の物もキュウリもみ、まあ、要はキュウリもむからキュウリもみって言うんだけど、もんどらへんねんけど、うんね、キュウリの酢の物ね、このおっきい、この切り方したら酢が効いて美味しいね。で普段は薄切りしてキュウリもむね、塩でキュウリもみやねんけど、キュウリもみよりも固まってキュウリ食べれるから美味しい。酢がきつい、美味しいね。うん、おいしい。下満足してくれたかな、これでご飯。お酢、うん、ちょ、あれ、お味噌買ってきたから、味噌汁も作ろうか、いらんって言われて、うん。そうかも、今日はお味噌汁ないのっていう日あるからね。
聞いてから作らんねん。作ってもね、いらんって言ったら作っても飲んでくれへんときはもったいないしさ。あっちゃんは別にお味噌汁なしで育った子やから、あんまり毎日毎日お味噌汁出てきへんだから家やからね、気にはならへんねんけどね。まあ、みきちゃんはお味噌汁好きでよう作ってくれてたけどね。うん、あれまたなんか来たぞ。違った。ライブの収益化は OK やったんで、引っかかったん違って収益化関係ないねって、だから大丈夫ですって出たっていうことは、あ違う違う、大丈夫やったんや。クレームリースで出てんけど関係ないって。時々そんなんもあんねん。ちょっとこれで動画、あこれで CM ついてる、よかったよかった。だから、うん、音楽計算でよかった。そういうのがあってね、カバー曲やからクレームリース大丈夫でしたって。そうかと思ったらね、結構著作権怖いから、うん、気付けなね、著作権は怖いよね。うん、ほら、あのあ著作権のね、侵害メール、侵害ってことだけど、著作権引っかかってる可能性があるってメール来たら即行対処しなあかんねん。これ一回やっちゃうね、気づかへん、気づかへん、外に出とってメール見えへんかって、メール見て見れへんかって気づかへんかって、ね、クレームリリースがついた時があって、クレームリリースついたらね、3ヶ月間かのなんかが猶予、ん3ヶ月間に同じこと2回か3回やったら赤バンされんねん。それが怖いから、うん、だからクレームリリースついたら速攻対処しなあかんねん。これはね、 YouTuber の仕事、うん、だから YouTube からのメールは普段使ってるメールじゃないと言葉してんねん。でないと普段のメールは結構頻度がすごいにいっぱい来んねん。だから流れちゃうからやけど、 YouTube から来るメールだけ違うメールに送っといたら、絶対にそのメールだけは他の来あへんからね、通知来た時分かりやすいから。でね、そこにね視聴者さんのメールも飛ばしたらいいんだけど、そうなってくると視聴者さんからのメールで YouTube 流れたら怖いから、うん、なんか視聴者さんはあっちゃんネルメールで、他のメールはあっちゃんの元のアドレス、 YouTube からの連絡だけはまた違うアドレスで、いっぱいメール持ってる、大変、うん、酒飲んでるといろんなこと喋ってしまう。あんまり喋ったかん、気付けんな、いらんこと言いそうや。ただでもね、失言王女やのにね、はい、失言プリンセスあっちゃんと呼んでください。うん、中まで味が入って、うん、なんか見えなかった、飲むのばっかり食べたの。
ん、酒が進むわって言うけど進まへんわ。ほんまにビール苦手やねやってんの。克服してかっこいい女にならんね。ビールキャー飲めろってかっこいいやん。なんだこりゃ。あれ？頑張ろう。チビチビ飲んだら苦い。チビチビ飲んだら苦いの何回も来るから一気に飲まなあかんだけど、一気に飲んだらまんの早いね。テレビはテレビでね、歌番組ばっかりとんの。YouTuber に嫌がらせだ。めっちゃお腹いっぱいになってきたな。もうお腹パンパンや。ご飯半分あげてよかった。あ、これなんか知ってる。箱根リゾート、箱根小秋園、なんやったっけ、忘れた。ユネッサンスやったっけ、違ったっけ。そうや、ユネッサンスや。行ったことないけどね。大魔神や。佐々木。カリスマ。クイズ番組で口に出して読みたいタイプ。口に出して答え言いたいタイプ。みんなあるあるちゃう？間違えて恥ずかしめん。タレパンダ。ああ。結構おいしい。今ひな壇におった人のこの辺だけモザイクかかってた。なんやろ、30年前やって。今日は63年、88年か。誰やこれ。ゲームの達人。へえ、知らん。いないよ。あっちゃん的にはね、酢を飲むのとビールを飲めたら酢を飲む方がええわ。
お腹いっぱい、パンパン、もう、うん、きついきつい。お酒飲みながらね、ゆっくり、ごめん、ゲップして。お腹いっぱい、パンパン。立て、か。窓。そういう意味か。笹を収拾ってしまいます。でもフルーティーやねんで、うん、グレープフルーツの苦さって言ったらどうかもわからんけど、あんま頭を動かしたらフラフラする。いやん、はい、でも今日は前ほどね乾かくないでしょ。でも 5.5% あんねんこれ。タコも最後の食事食べてみましょう。あ、僕って、皮の3枚緑か、花壇ビールは辛かった。お酢を飲んでおきましょう。あ、美味しい。普通にお酢の方が美味しい。ということで今日のあっちゃんの晩ご飯、北海道物産展で買ってきた豚丼、十勝豚丼、めっちゃ美味しかった。美味しかったけどお腹いっぱいで食べられへんかったから下の子に半分あげました。ね、ということで、豚丼と夜な夜なエールで、あっちゃんが作った酢の物2種と昨日の大根サラダを食べました。ということでね、今日のあっちゃんの晩ご飯、十勝豚丼とビール、よかビールじゃない、夜な夜なエールよかったよと思ってくれたら高評価を、で応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。では、またねー。バイバイ。ゆっくりして、ちょっとふわふわするから、ゆっくりして、あとまた、なんか食べます。では、またね。バイバイ。